具体的に心がけてみてほしいのは、さっき言ったことですけど、想像していることが先にある。今から言うことを想像するのではなく、想像しているものを言葉にするということをトライしてみましょう。Und vor diesem Bücherregal gibt's Tisch, Schreibtisch, Esstisch. Direkt am Fenster gibt es einen riesigen Schreibtisch, so eine große Platte, die mehr als die Hälfte des ganzen Raums einnimmt.今してるような話っていうのは、なんかまだ範疇としてはすごくリアリスティックな話にの範囲の中に。で、僕は動きの質をリアリズムとは違う仕方で体の動きっていうのを、そこからはみ出させていきたい。でも、全くデタラメない動きを作りたいわけじゃなくて、今やってるような仕方のこの考え方をもう少しこう誇張していくみたいなやり方でやっていきたいんです。だから言ってることと想像していることがの間にギャップがあるってことが僕にとって大事なんですね。そう。それで、ちょっとこの今までやってきたことの中で、一個付け加えてみたいんですけど、今話してる家の中に、猫がいる。で、なんで猫がいるってアイデアを入れたいかっていうと、猫は勝手に動きます。例えば、今喋ってる内容ってのがあって、あと、なんとなくその順番もすでにあって、でその順番はそのまま話してほしいんですよ。だけど、それとは関係なく、猫は動き回ります。で、猫がいるってことは、これは秘密なので言わないでください。ただ、いるから、気になるんです。気になるっていうか、まあ、つい目で追ってしまうわけですよ。で、その猫を、例えば、ここにある家具の話をしてるんだけど、猫はこっちを駆け回ったりすれば、その猫のことを気になるから見ちゃうわけです。そうすることで、ある家具、例えばここに本棚があるっていうふうに、な話をしていることに、その本棚の話題に、言葉も想像もそこにこう集中するっていうことから、猫を追うことで、それとは全然別の、この部屋の空間の中の方に自分の意識を散らすっていうか、その空間の想像の方にも、注意を向ける、時々。そうしていくことで、想像と言葉の差をつけてるってことをするための、まあちょっと、それを助けてくれる道具としての猫。そうすると、今までにない動きは、が生まれるはず。Ich verstehe den Begriff der Kluft noch nicht so ganz.そのギャップっていうのはつまり話し言葉の内容と想像の内容のギャップをよりつけるためのその一個のアイデアです。Man betritt die Wohnung durch die Eingangstür, kommt in einen schmalen Vorraum, muss sich entscheiden, ob die Schuhe mit reingenommen werden. Wenn sie schmutzig sind, lasse ich sie eher draußen.Gleich rechts ist ein Bett, auf dem ich schlafe. Ist nicht besonders hoch. Es gibt einen Schrank gegenüber von dem Bett. Gleich daneben, da sind alle meine Kleider drin, meine Klamotten. Dann ist daneben der Ort, wo ich an meinem Rechner sitze, an meinem Tablet arbeite.Dann ist da ein großer Schreibtisch, der nimmt fast das komplette Zimmer ein. Hier ist ein Regal angebracht über meinem Bett, wo Weinflaschen und Spirituosen drauf sind. Auch zwei Weingläser. Direkt über dem Schreibtisch
ist ein Fensterbrett, auf dem nochmal Weinflaschen stehen. Und zwei große Fenster. Die Wohnung ist im ersten Stock. Und wenn man von draußen in die Wohnung guckt, sieht man fast alles. Den Schreibtisch, den Schrank. やってみてどうでした？Ja, witzig. Genau. Es ist so ein bisschen die Frage, wie offensichtlich behandelt man diese, ja, diese, das ist ja so ein Geheimnis, dass da diese Katze rumläuft. Genau. Wie offensichtlich reagiert man da drauf, ohne dass man sich selbst zu doll unterbricht? ありがとうございます。いえだ、そうですね。秘密っていう考え方は結構有効だと僕は思ってるんですね。っていうのは僕にとってこうすでに何回か言っているように、そのギャップっていうのが重要で、で、そのまあ要はギャップなんだけど、そのギャップのことを秘密っていう言い方にした方が、もうちょっとなんていうのかな、なんかこう乗れるじゃないですか。つまり持ってるけれど教えないよっていう風にした方がなんか楽しい。まあ秘密という言い方で、つまりこう言ってないことを想像していく。その想像をどのぐらいなんつうのかな。秘密だからバレちゃいけないだけれども、そこの程度をあまり考えるよりは、単にその想像の中に言ってないことを持つ、つまりそれを秘密として持つっていうふうにやってみて、で、それがどこまでやると、なんていうのかな、バレるのかとか、そういうのってやってみないとわかんない。今やろうとしてることのこれも可能性、だと思僕は思ってるんですけど、あることを想像する。で、その想像を持った状態で、その想像から影響を受けるようにして、パフォーマンスをするって時に、そのことを通して自分の持ってる想像が見てる人に伝わるっていうのが、どのぐらい伝わってるのかを、あらかじめ自分で分かった状態でやる。ってことは僕は無理だと思ってるんです。別の言い方すると、自分はただその想像を持ってるだけで、伝えてる自覚はない。ほら。けれども、実は伝わってるってことは起きうる。それは例えば、さっき言った、この部屋は狭いなってことだったり、それが、すごく、明確にそのここは狭いんだってことをやってないけれども伝わってきてる。そこに、なんていうのかな、ある種の、即興の可能性もあると思ってるんですね。つまり自分はじゃあこのパフォーマンスをやりますと。って時に、こうやって動くっていうふうに全てがフィックスしてるわけではない。でも、それで心配することもない。その時にどういう想像を持つかということさえ、その充実した想像を持つってことさえできていれば、それはその都度毎回違う動きだったりするかもしれないけど、何らかのものは必ずしてくるから。菅さんお願いします。Auf die Treppe hochgehe und es gibt ein Badezimmer und daneben gibt es zwei Zimmer. Ich habe so verstanden, zwischen, also Badezimmer hier und Zimmer und Zimmer. Und diese zwei Zimmer hat große Fenster.Und in einem Zimmer gibt es viele
Bilder und Postcard jeweiligen Wand gibst du andere Papier, die man kleben kann, Und in einem Zimmer gibt's viele Kleidung sortiert werden, aber bei anderen Zimmern nicht. Thank you. はい、今やってなんかやってなんか思ったことあったら教えてください。Ich hab gedacht, meine Katze ist irgendwo hin, aber bewegt sich nicht, deswegen. Oh, wie kann man das beschreiben? Kann ich ein bisschen Japanisch sprechen? 猫が動かないから、なんか私にあんまり気にない。今の場合、猫は動いた方が良かったかもしれないですね、そういう意味で。っていうのは、猫が動くっていうことで、喋ってる対象に自分の、この、想像の集中が行ってしまうことと別の別の要素を、として猫を使ってみたい。ちょっと猫の音忘れましょうか。もう一回、いや、その通り、その通りです。すごい大変なんです。すごい厳しい。今やろうとしていることはすごい大変だと間違いないです。ここはただの舞台で、まあ、今何もセットもないし、ただの舞台なんですよね。でも、今セットがないからただの舞台って言いましたけど、舞台って別にセットがあったってただの舞台なんですよ。で、そういう、例えば劇場っていう物理的な場所があって、そこに、ショーではない想像上のものっていうのが、そこで、俳優が演じることによって生み出されるっていうことが、まあ、起こるっていうのが、演劇だと僕は思ってるんです。今やろうとしてることも、まあ、言ってみれば、その原理としては、演劇をやろうとしてるんです。いや、つまり今やってることは、ある家の話をしてます。でも、ここはその家じゃないです。で、そんなことはみんな分かってるんだけど、今やってることをもう少し発展させれば、ここがその空間であるようなことを生み出すことはできます。で、ここまででも、そういうことは、ある部分、ある箇所ですでに何度も起こってます。例えば、ここに棚があるなっていう風に感じられたり、この窓の向こう、窓があってその向こうに何か景色が見えるなってことを感じられたりってことを、共有するってことがすでに起こってます。まあ、それをやるって時に、そのことがつまり、俳優が想像したことが、観客にもその想像が見えるっていうことなんです。それで、その想像したことが、見てる人に、共有されるためには、その方法としては、俳優の体を通してそれが伝わる。ここにある想像がそのまま見てる人の想像に、脳からも直接渡されるわけではさすがにないんで。で、そういうふうに、観客に自分の想像を、伝えるためのものとして体を使う。それをさっき言った言い方で、言い換えると、その想像から矢印を受けた、その影響を受けて振り付けられている体ってこと。そういうことが起こったらいいなっていうんで、さっき猫とかって言ってみたんですけど、ちょっと猫は、
あの時期尚早だったかもしれません。あの目指したいところは一緒なんですけども、あのちょっとなんか考え方を変えます。例えば母さんの家は玄関を入って右にベッドがあります、左にクローゼットがあります。でもそこには行ってないことがたくさんありますよね。例えばそこの間はどのぐらいなのか、の幅がどのぐらいなのかとか、まあ僕はそんなに広くないだろうとかって勝手に想像してるわけですけど、でも僕の中であの思い描いてるその幅っていうのは、まあ、具体的にあるわけです。でその話をするときには当然それは、作用してきますね。で僕は今そこの幅がどのぐらいかを自分で勝手に作ってるって言ったけど、でも多分そんなに勝手じゃない。なぜならばそれはあのカンさんの、そしてもうヤンさんのだけど、パフォーマンスを見て僕が見た影響で、あこのぐらいなんだなって思ってるわけで、それは完全に勝手ではなくてその時に提示されてるものを受け取ってるから、あの受け取ってもいるとも思うんですよ。で例えばその言葉がこう書かれたテキストとして与えられたっていうふうに想像してみると、ちょっとこういうふうに、考えやすいんじゃないかと思うんですけども、私の右側にはベッドがありますと、左にはクローゼットがありますってしかそこのテキストでは言ってないでしょと、それ以外のことは何も言ってない。だからといってあの自分 が想像として持つことが、あのその右にベッドがあること、左にクローゼットがあることだけじゃないわけですよ。で、それ以外のいろんなことも、例えばそこの感覚とかがあるわけで、そうなってくると、それが、近い。その後その、そこのこう通路が狭いとか、で、ついでに例えば天井もそんな高くないとか、なんか、いろんなことを、もうついてくるし、でそれは言ってないけどそういうことを思い描くってことは起こっているっていうことが実際に起こってて、でそういうふうに想像していること、でその想像から、まあ、何らかの影響を体が受けては いるっていうことが、その空間の感覚を見てる人にこう与える。でその言葉でその時に言ってることだけがその言葉を聞いて受け取れるわけではなくて、そういうふうにして、だから例えばベッドの話をしてるからベッドのことだけが伝わるわけではなく、いろんな話をしながらその例えば大きく言うとその家の空間ってものが伝わっていくってことが起こる。で、時にここはただの舞台なのに、そういう、そして別にあの全然狭くないですけど、でもそういうなんか狭い空間というのがここに生まれる時に、それは演劇が起こっているってことだと僕は言える。それをやるためにどうしたいかっていう。ことをやりたくて、ギャップを作るとか、秘密を作るとか、言って、まあ、そのついで猫がいるとかって、まあ、今日やってみました。でも、まあ、これワークショップなんで、まあ、その完成度なんてことよりも、一番大事なことは、その考え方を伝え、僕がそういうふうに、どういうふうに考えて、あの、パフォーマンスを作るやってるかってことを、その考え方を伝え、やれることだと思って、大事だと思う。僕が思ってるのは想像するっていうことを、その想像ってものをなんていうのかな、とても手に取れるようなものとして、なんか曖昧なぼんやりしたものではなく、例えば言葉ってものはとてもはっきりしたものとしてありますけれども、それと同じぐらいはっきりしたものとして想像ってものを見なし、作り、発展させたりするってことを、このパフォーマンスを作るプロセスの中でやっていくってことなんです。例えば、キッチンには冷蔵庫があって、流しがあって、調理台がありますっていう時に、それはどういう配置で
その3つはあるのってことを、例えば想像の中で作る。例えばそういうことです。いや、もちろんその3つの配置だけではなくて、キッチン全体はどういう大きさなのかとか、なんか、例えば明るいのかとか、綺麗なのか、汚いのかとか、そういういろいろなことが当然そこについてもきます。っていうのがあった上で、例えば、そのことだけが喋られる。でもそれだけでもしかしたら、ああそういうキッチンなんだっていう風になのがなんかこう見えてくる。そして今言ったように想像っていうのが、僕は会話が持ってる想像が見てる人を伝わるっていうことが起こる。でそれは想像が、会話が持ってる想像が、他の人、つまり観客と共有されるっていう、そのことと、俳優がその想像を持っているっていうことを観客が見るっていうこととの違いで、僕はこの違いはとても大きなものだと言いたいです。観客にとって、あ、今その役者さんは何、こういうことを想像してるんだなっていうことは、あんまり面白くない。そうではなくて、その俳優がその想像を持っていることを通して、その観客がその想像を体験するっていうことが面白い。で、じゃあ、そういうためには想像とどう付き合えばいいのかみたいなことを、明日やれたらいいな。今日は想像するっていう、こうやってゲームスターボンに、はい、テーマにしまして、で、その想像することが、で、何を生み出したいかっていうことを、はい、ちょっと意識しながらやったり、まあ、あとさっき言ったように、テキストを使うのも面白いかもとか思ったりもしてるんですけど、はい、じゃあ今日はここまでです。お疲れ様でした。ビリバリの皆さん、ありがとうございます。また明日。Es gibt so zum Beispiel im Tanz oder so gibt es auch sowas wie Somatic Practice. Und da geht es auch ganz stark um Vorstellung. Also es ist jetzt nicht so, ich bin kein Schauspieler, ne, aber in dem Performance-Bereich, in dem er arbeitet, wird halt Vorstellung auch als Technik einfach benutzt. Und das ist halt schon interessant. Aber natürlich habe ich jetzt keinen Schauspielzugang dazu. Aber es ist super interessant. Was passiert in dem Moment, wenn man die Vorstellung so als Werkzeug einsetzt. Also ich habe jetzt keine größeren Erwartungen an morgen einfach. Hat ja auch einfach ganz klar gesagt, das ist so eher so eine Erweiterung von dem, an dem man sowieso arbeitet. Genau, und es wird jetzt kein abgeschlossenes neues Stück da draußen entstehen. War für mich sehr spannend. Und ich hatte voll Lust auf diese Körpersprache. Ich habe in Deutschland, weil ich Theaterwissenschaft studiere, zu viele Stücke gesehen, aber ich weiß nicht, wie ich kann diese Körpersprache interpretieren. Deswegen, das finde ich total interessant. Und ich habe nie mal gedacht, die Vorstellung von den Schauspielern. Ich habe nur gedacht, dass ich vorstelle etwas, damit ich etwas gesehen, also von dem Stück, gesehen habe, sozusagen, weil ich etwas gesehen habe, deswegen stelle ich etwas mir vor, aber ich habe nie mal gedacht, die Vorstellung von den Schauspielern, deswegen, das finde ich total interessant. Ich freue mich auf morgen auch. Was ist passiert?驚いてるんですけど、いや、つまり想像が現れた感じがする。